第4期学は第4期に関する総合的な研究を行う自然科学の学問分野である。第4期研究とも言われている。対象範囲は地質、岩石、動植物、気候、土壌、地球物理、環境、氷河など広範に及ぶ。第4期は地質年代では一番新しい時期であり、化石の変遷を基準にした地質区分では、 第4番目に位置づけられ、過去の異なる環境下での生態や気候状況、地質状況などの調査、解明が最も行いやすくかつ一番はっきりとわかる時代。この時代の自然環境の実態と今日の環境実態との変遷をたどることにより、我々の置かれている自然環境を客観的に把握することができるというのが何よりも、この分野の意義である。地球温暖化の問題。 動物の絶滅過程、古知見、古環境の復元など、応用範囲、隣接分野も幅広く、この分野に関心が向けられる範囲は、気象学、地質学、地球物理学、自然地理学、考古学、環境学、人類学など、自然科学の広範囲に及んでいる。また、この第四期は、人類が誕生し、現在の人間に至るという、人類の時代でもあり、 人類がどのような環境下で進化を遂げてきたかを見ることにもなり、古代文明の発祥を考える上でも大きな役割を果たすことが期待されている。先行する第1期、第2期の名が地質年代年表から消えて久しい。ありがとうございます。